いつもそんなですか。まあ、コンビの作品が多いっていうのもありますけど、木村圭作さんですね。で、木村圭作さんとはもともと僕は大塚さんの別の作品に木村さんが出られているものを拝見して、正直なんだろうこの人って思ったのが最初の第一印象で、もう振り切ってるというか、まあそんなにメインの役どころではなかったんですけど、もう完全に場をさらってるというか、そのシーンをさらった感じのお芝居をされてて、いやすごい人がいるんだなって、正直僕その時はあんまり存じ上げてなかったんですけれども、「レッドカウ」っていう作品でご一緒させていただきました。でまずリハーサルをかなりやったんですけど、まあ、コンビだったんで、僕も最初はこうどういう感じになるのかなっていう半信半疑な部分もあったんですけれども、もうとにかくお芝居が好きな人だなっていうのはもう感じました、最初から。でもちろんリハーサルの時からいろんなアイデアを出していただいて、こうした方がいいんじゃないとか、僕も言ったことをこう受け入れていただいたりして、作り上げて、本番に臨んだんですけども、またこれが本番でもですね、常にそのシーンを、一つのシーンを、いかに面白くしようかっていう、もうアイデアがすごくて、もう多分前の晩に考えたことをちょっとこういうこと考えたんだけどやってみていいっていう話をされてて、で一番印象に残ってるのが圭作さんがですね、僕の後ろで僕のこうマッサージをしているシーンがあるんですよ。で台本的には普通にマッサージをしながら、まあ、会話をするっていう、ただ本当にそれだけの、まあ、シーンだったんですけども、その撮影の前の晩にマッサージをして、こうこの辺の水分をですね下ろしていくっていうんですかね、フェイスマッサージみたいなのを誰かに教わったって言って、これをちょっと試してみたいんだよって言われて、ああいいですよやってみましょうって言って、泊まってる部屋ご一緒させていただいてたんですけど、そこの、バスルームの鏡の前で2人でこういう感じがいいんじゃないか、ああいう感じがいいんじゃないかって言って、だんだんこうただ普通に肩を揉んでるっていうだけのシーンがだんだんこう手が下がってきてですね、胸をこうまさぐるような感じになって、でそれを2人で鏡を見ながら、で圭作さんもすごいうつろな表情をしながらですね、で僕もそれに乗せてもらって、どんどんこうリハーサルっていうか、個人的に2人でリハーサルをやったんですね。でそれを次の日本番で本番のリハーサルの時に、やってみたら大塚監督もすごく気に入ってもらって、そういうなんていうか、常にこうした方がいい、こうやったらもっと面白くなるっていうのを追求している方だなと思って、他にも結構好きなシーンとかあるんですけど、僕と圭作さんが朝食を食べてる時に携帯電話が鳴るんですよね。で圭作さんの設定としては僕のことを好きな設定で、僕がこうあんまり寄せつけないような感じでいるけど、圭作さんはちょっとでも僕に触れたいっていう、まあ、さっきのそのマッサージのシーンもそうなんですけど、そういう設定なんですね。でそれで、僕が確かこう電話を取ろうと、電話が鳴ったから電話を取るっていう動作があった時に、圭作さんは僕の手をこう触れようとして、でそれを僕がスッと電話を取っちゃって手を触れなかった。でその時のまた表情もいい表情をされてて、もう完全に役に入りきった中での自由な、まあ、アドリブというか自由な動きができるっていう、そういう役者さんってなかなか僕は今まで一緒にやった中でいらっしゃらない方ですね。あとあれですね、あと思ったらそうだ、もうカメラがとにかく好きですね。もう自分の方を撮って、もちろん手を抜いてるわけではないんです。これはご自身も言ってましたけど、カットバックって言ってお互いにまあカメラが向いて撮るシーンがありますけれども、どうしてもやっぱりカメラが向いてない方は力が入らないと、とにかく自分の方を撮ってるところで全力を出すっていう、別に手抜いてるとは思わないんですけど、やっぱりそれはあるらしいですね。とにかくカメラが好きな人ですね。